はい、速稼塾の久保です。今回はですね、以前もちょっとお話ししていた途中だったんですけども、神様についてお話ししようかなと思います。まあ、私は宗教をやってるわけではありませんけども、一定の宗教心はあるんですよね。そして究極的にはどこかに神様みたいな存在いるんだと思うんですよ。でも神様って言ってもね、多くの人が想像するようななんか西洋人でひげを生やして杖を持っていてね、白い布をまとっているみたいなね、こういう風な神様ではないと思います。まあ、これは手塚治虫のね、火の鳥の世界ではそういう姿で出てくることがありますけども、いわゆるその超自然の力というかね、宇宙の法則そのものとか、まさに人知を超えた人間ではないような、いわゆる存在ってやつですね、エグジスタンスっていうものですかね。こういったものの活動力の一部が私たちが受け取るときには神として見えるんじゃないかなと思います。まあ、例えばね、携帯電話でお話をしますよね。携帯電話では電波が私たちのそのコミュニケーションを補填してくれてますけども、この電波って一体何だろうなと思うんですよ。私たち人間が作り出したものですかね、自然界にあるものですかね。おそらくこれはね、神の活動力と言えるんではないかなと思いますね。これをまたね、説明すると長くなりますので、まあ、私の妄言だと思って聞いていただければいいんですけどもね。なんで水があるのか、なんで私たちは生かされているのか、そして一定の時間が来るとなぜ死ぬのか、そして悲しみに打ち勝つためにいろんなものを発明したり発見したり組み合わせたり工夫したりします。短い人生の中でどうやったら私たちは幸せを感じることができるだろうか、そもそも生きるっていうのはどんな目的があるんだろうか、本当に人生っていうのは暇つぶしなのか、一体何だろうかと思ったりします。こういうふうな思考っていうのはおそらく神様が与えたものじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、神様が与えたものとするのではなければ、じゃあ一体何なんだろうなと、ここに回答できる人はいないので、とりあえず私は今ね、神様が与えたってことにしときます。説明がつかないことは全部ね、神様が私たちに課題として与えたんだというふうに思っておきます。つまり人生っていうのは全部が解決できるわけではありませんけども、いろんな世代の人間が協力して人類という単位で解決しなさいっていうような課題もあると思うんですよ。1000年前2000年前に人間が解決できなかったこと、未だに引きずってる問題があると思います。なんで戦争はなくならないのか、なんでこちらの方では食料がなくて飢餓が起きてるのに、こっちの方ではもうご飯が余っちゃってね、年間で何千万トンも捨ててるのか、こんな不公平とか不条理が起きている世の中でも人はなんで幸せを感じることができるのか。75年前日本は空襲に見舞われました。その空襲の最中でも祝言、いわゆる結婚式があったわけなんですよ。そしてその中で富豪も生まれてるんですよ。不思議ですよね。誰もが苦しんでいた時代なのにそうでない人もいると。逆にですよ、バブルの時代、みんなが好景気で浮かれた日本でも失業者はいた、自殺者はいたわけですよ。不思議ですよね。どんなに環境を与えてもそうならない人が出てくる。じゃあこれはね、神様の仕業なんだろうか、それとも神様が取りこぼしたことなんだろうか、考えればキリがないと思います。で、今回はね、こういうことをね、くどくどとお話したいわけではないんですよ。神様の存在をもしね、信じている人がいるとして、そしてそれをね、多くの人が神の存在に気づいてほしいなと思うんであれば、その人自身が神様のことを広めているかってことが非常に問題になります。まあ、聖書の中にもこういう言葉があるんですよ。神様とあなたの関係、そしてあなたと周りの人の関係、これをね、比較するときに一個の聖句があったんで、これちょっと聖句をそのものに覚えてないんですけども、あなたがなんでね、周りの人に神様、いわゆる私だろう、私っていう神様ですね、神様から見てですよ、神様は一人称私って言うんですけども、なぜね、あなたが周りの人に私の関係を話そうとしないんだとね、あなたが私のことを知らないと言うんだったら、私もあなたのことを知りませんよと。だから神様を信じてるんだったら、あなたがまずね、親兄弟周りの人に神様のことを知らせていかないと、私のことを知らせていかないと、そういう姿を私は見ていますよっていうふうな聖句があるんですよ。不思議なことにね、神様を信じてる人がそのことをね、恥ずかしがって人に話さないってことがあるんですよ。で、私はたまにこうやって神様の話をするんですけども、したら長くなるんですよね。私なりに神の解釈もありますし、そして、聖書ってものをしっかりと読んだところもあったり、かといって仏教もしっかりと学んでいるところもあったりね、それから他の神様の概念もあります。そして神様の名のもとに
飢餓が起こり戦争が起こる、そのメカニズムっていうのも、まあ、迷いながら身につけてきたつもりでございます。そうなってくるとやっぱりね、神が私たちを操ってるんではなくて、いつの間にか私たちが神を利用してるってところに、まあ、入ってきたんじゃないかなって思うわけなんですよ。都合のいい時は神様、都合の悪くなったら悪魔、こういった二元論です。そもそも神様っていいことばかりをするわけではありませんよね。昔ね、モーゼの時代、ノアの箱舟っていうのがありました、ね、あれっていいことなんでしょうか。洪水を地上全体に流してね、多くの人を死なせてしまいました。神様はこう言うんですよ。人間が勝手に乱れたから、だから私は滅ぼしたんだって言いますけども、じゃあね、放置しといたら乱れるような、そんなミスの多い人間を神様なんで作ったんですか。最初から100点満点で正しいことしかしないような人間を作れば、いちいちね、犠牲者となる人間を生み出さなくてよかったんじゃないですかと思ったら、人間の中で処罰されて、まあ滅ぼされる存在があるとしたら、それはとんでもないね話ですよ、ね、例えて言えばですよ、自分の子供を3人4人産んどいて、その中の1人を吊るし上げて、こいつは間違いを犯したから殺しますと、他のやつらはお前ちゃんと死にたくなかったらちゃんとまっすぐ前を向いて歩きなさいよ、要するに死を引き換えにですね、自由を束縛してるんではないかなって考え方もあります。もし人間たちに自由を与えたんだったら、それはもう罪はないわけですよ、自由の中にはね。神様から見ていいところ悪いところっていう基準があって、それを人間に守らせようとするために掟を作るのかもしれませんけども、そもそもですね、ライオンは草食獣を殺して食べてるんですよ。これはどう考えるか、残酷なことなんでしょうか。草食獣は草を食べて、いわゆる草をね、殺して生きてるわけなんですよ。これはどうでしょうかってことなんですよ。そしてバクテリアっていうのは死体を分解してエネルギーに変えてますよね。じゃあ死体であろうとも尊重しなくていいのかと、分解しちゃっていいんだろうかとか、ね、まあ揚げ足を取ればいくらでも取れるんですが、こういった考えの中でいろいろとあれこれと悩むことも私たちの特権なんではないかなと思います。でもしかしたらね、昆虫には超能力があって、私たちは侮っているけども、昆虫が人間の意思を動かしているかもしれないなという存在もあるんですよね。そういうふうな考え方もね、まあそういうふうに思考を巡らせばキリがないんですけども、まあ今回ね、一体何を言いたくてこの動画を撮ってるのかってことなんですけども、もう一点なんですよ。神様の存在をやっぱりね信じてるなら、神様の存在について一つでも多く、一人でも多く話していくこと、広めていくことっていうのが結構大事なんじゃないかなと思います。そしてその方法として私たちには YouTube が与えられています。その他インターネットのテクノロジーが与えられています。おそらくこれも人間にこのテクノロジーを持つことを神様が許したからなんだと思うんですよね。で、許されてるならその能力を使いましょうっていうことだと思うんですよ。そして私個人に置き換えるとね、私は多分こういった放送を通じていろんな人とつながる、そういうふうな能力を神様から与えられたんじゃないかなと思います。能力を与えたということは、多分それをね、神様が使えって言ってることだと思うんですよ。これからも私はこの YouTube というテクノロジー、そして、お話によってね、こういったトークによって人とつながり続けていくことっていうのを使わせていただこうかなと思いますね。まあというところで、今回はまあ神様みたいなね、何のテーマで話したのか分かりませんけども、まあお話しするっていうのはね、こういうふうにね、脱線もあったりとか、途中で何言ってるのか分かんなくて離脱する人も出たりとか、かといって一部の人は最後までね、ここまで聞いていただきたりとかね、いろんなことがありますんで、恐れずに話していこうかと思います、ね、神様のお話をしようと思っても途中で離脱する人もいると思うんですよ。だからどんなテーマで話しても離脱する人はいるんですよ、うん、だから恐れずに自分の思いをこの地球上にね、地上にね、発信していけばいいんじゃないかなと思いながらの放送でございました。じゃあね、以上ですね。まあまあ気軽に行きましょう。行ってらっしゃい。